一体圧延車輪とは、主に鉄道車両の台車に使用される車輪のうち、ワシンとタイヤ部分が一体に作られているものを言う。一体圧延車輪の一つ、波形圧延車輪鉄道車両では、円盤状の車輪が車軸に対して固着されて利用される。この車輪は、当該円盤の外周に位置して、レールに接触される面と、その踏み面の内側に、 当該円盤を張り出して拡大するような形状にされ、レールに対するガイドとなるフランジ部と当該円盤の中心部の位置で軸を保持するための貫通口が設けられた部分とを有している。イギリスでの鉄道創業以来、ワシント、それ以外の部分は別体で製作した後、ボルトなどにより互いに固定して、車輪として利用されていた。これは、 初期には和芯に木材を使用していたことも関係している。また、鉱材の使用が一般化して以降は和芯に対してタイヤ部を焼きばめして固着して作られるようになっていた。このタイヤ部を焼きばめする方式はコストが低廉になるというメリットがあった。長期使用やフラット発生時の旋盤による作成作業やるタイヤ部の摩耗などに際して タイヤ部のみを新品交換をすれば済むためであった。しかし、この方式には、下り連続勾配区間での踏み面ブレーキの連続使用による発熱で焼きばめされたタイヤ部の、死感が発生しやすく、また長期使用でタイヤ部が薄くなると、緩みや割り損の危険性が高まるという問題があった。この問題に対する最良の解決策は、ワシンとタイヤ部とが一体に製造された一体構造の、 車輪とすることである。そのため、古くから車輪の一体構造を実現すべく研究開発が各国で行われてきた。まず実用化されたのは、大麻盲星を引き上げる目的で、チルド処理を行った中鉄によりシンとタイヤ部を一体、鋳造するチルド車輪である。その後、中高の一般化に伴って一体中高車輪も一部で製作された。 その後20世紀初頭までに一体圧縁車輪が欧米で開発、実用化された。この一体圧縁車輪は、そのため製作コストは高くなるものの強度が高く安全性も高い。つまりタイヤ圧を使い切っても緩みや割り損の問題が一切発生しないというメリットがある。日本ではコスト面のメリットゆえに長く焼き場面式の車輪が使用されていた。 しかし、1960年代初頭以降、新幹線に代表される緩みや割り損の問題が深刻となる高速電気鉄道向けを皮切りに一体圧延車輪が急速に普及した。一体圧延車輪のうち、和芯からタイヤまでの途中の部分を波形に成形するもので波打ち車輪とも呼ばれる。車輪の軽量化と強度の向上、走行音の低減などが図られており、 現在国内で申請される鉄道車両の車輪のほとんどがこれである。ありがとうございます。